将棋の藤井聡太竜王のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太竜王の第73回 NHK 杯に関する内容です。録画した NHK 杯が4月16日配信されました。1回戦の出口は加茂6段と千田翔太7段の対局で、解説が稲葉明8段でした。この対局の勝者が2回戦で藤井竜王と対戦します。どんな対局でどちらの棋士が勝ったでしょうか。さあ見てください。先手出口6段、後手千田七段で始まりました。戦型は相掛かりに進みました。この後互角で進んでいて、64手目で少し後手の千田七段寄りになっていました。ここまでは形勢は互角です。後手の4、6、歩に出口6段が69手目に最善手の5、8、桂馬打ちで形勢が少し出口6段に傾きました。ここから出口6段に形勢がどんどん傾き優勢になった。この桂馬打ちは引き手の鈴木環那女流三段は全く思いつかない指し手と感想を言いましたが、解説の稲葉八段はそんなに珍しい指し手ではないと説明しました。89手目の出口6段の1、8角打ちに決断よく指せることはすごいですね。勝ちにも負けにもつながる手ですねと出口6段の兄弟子にあたる解説の稲葉8段が説明しました。千田七段も粘りの指し手で頑張るが形勢を挽回できることはできなかった。終盤は出口6段の指し手がテンポよくどんどん速く指していました。112手目で28手詰みが発生しました。稲葉八段が心配するほど出口6段の指し手が速いです。読み抜けがあるといけないので確認した方が良いのではと。難しいねじり合いが続いたが、133手目に千田七段が投了して出口6段が勝利しました。出口6段の快勝負となりましたね。特に千田七段の4、6歩突きに対して最善手の5、8、桂馬打ちと対応できてからは一方的に形勢が良くなり勝ち切りましたね。次の2回戦はいよいよ2連覇を狙う藤井竜王との対局ですね。連用戦以来となりますね。配信はいつになるかまだ分かりませんが楽しみですね。藤井竜王と出口6段の対戦成績は7勝1敗で、連用戦第2局で相掛かりになり、74手で千日手が1回ありますね。先手が6回で全て勝利しています。棋王戦の予選で1回後手番で負けています。戦型は相掛かりが多いですね。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王が8冠を達成すると思う方に、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。